では今回は、こちらの共通の入力ファイルが作成が終了した後からの計算の続きを説明します。でこの共通の入力ファイルができた後は、どのコードでの計算するか選ぶことになります。で今回は SPR ケーキなのでこちらを押します。でまずクリエイトインプットを押します。あ、ごめんなさい、クリエイトインプットを押すと最初はこの5、スタンダードモードと言われるこの画面になります。で、まあ、基本的にはこれですね、まず SCF チェックしてもらって、で設定されている値、まあ、これも最初はこれ250ぐらいなんですけど、にでやればいいです。それで、まあ、問題なければインプットファイルのこちらのボタンを押していただくということですね。それで入力ファイルの実際はこういうふうになってまして、こちらの SCF の、 あのマニュアルがあるんですけども、SPRKKR のマニュアルの方にあるこの入力ファイルとこちらのものが大体対応して出てきます。例えば NK タブはここで250ですね。で、例えば NE は30というと、ここが30というふうになっていたり、EMIN がマイナス 0.2 となったりします。で EMIN と EMAX ですけども、どういう意味かというのはこちらに書いてある通りですね。意味はここの部分です。で、この意味で大事なところはこのバンドのあるところに重なれ引っかからないようにすることです。計算していく間に、原子構造が決まってきて、フェルミ位置も決まってきて、でこの意味と EMAX で定めた幅になるんですけど、その計算している間のところに状態があるとうまくいきません。なので、バレンスとコアのところの間のところに EMIN がなるようにということです。で、これどうすればいいかというと、一回計算してもらって、うまく計算しなければ、できなければ、この値を変えてもらうといったことをしてもらえばいいと思います。まあ、そうやって試行錯誤するしかないですね。で、まあ、一回単純な構造で計算してしまえば、置換した K であれば、ほとんど変わることはないと考えられますので、まず、置換する前の K を、ちゃんと計算していただいて、それで、決めていただければと思います。決めていただければもう問題ないですね。で、この他でこちらの方に戻りますけど、で、スタンダードモードの場合はもうこのままポチッとここを押してしまえば入力ファイルできます。SPRKKR 用の入力ファイルができます。で、この他にもエキスパートモードというのがあります。こちらにでちょっとこれも説明していきます。まず SCF 計算のボタンを押しますと、交換相関ポテンシャルを選べるようになっています。すみません。で、最初期設定はこの VWM というのになります。で、私の場合は、GJPB である、こちらの方を選択します。で、SCF のアルゴリズムですけども、チェビシェフと、これ読み方ちょっと分かんないですけど、ブロイデン2というのを選べます。で、確か赤い KKR はチェビシェフの記述だったので、こちらで計算していると思います。赤い KKR は結構収束が安定してて、どんな系でも走りやすいので、もしかしたらこちらの方が、いいのかもしれないです。まあ、ブロイデン2の場合は、ウィン付きでも採用されているので、まあ、最新の、アルゴリズムかなと思います。まあ、どちら選んでいただいてもいいと思います。結果は変わらないはずですし、まあ、大事なことは、うまく収束しなければ、また切り替えて計算し直していただければということですね。であと大事なことは、SGF のイタレーションの回数ですね。この場合は200回繰り返す。収束するまで200回繰り返すことです。再計算もできますから、まあ、これを違う値にしていただけるということですね。であと、この SGF トレレート、まあ、収束条件などですね。あと、他にもいくつかあるんですけども、これもほとんど変更することはないです。あと、こちらの方もいくつかありますけど、私は変更したことはないですね。まあ、どうしても変えたいという場合は変えていただければいいです。まあ、この中身を読んで、あ、どういうことかって分かる方でしたら、多分書き換えることができるんでしょうけど、まあ、こういうところをいじって、まあ、あまり、まあそうですね、楽しいことはないかなという。あ、ただ、まあ、もうスピンモーメントだけは、最初からどういうふうになっているのか分かっている方は、ここに入れていただければと思います。すいません、そうですね。スピンモーメントがチャージなしにも、まあ、分かっててどういうふうになりそうかっていうのが分かっていれば、まあ、そういうふうにするんです。結局どちらにするしろチャージやスピンというのは SCF 繰り返すときにごとにだんだん最適な値になっていきますので、まあそれどうするかってことですね。であと、まあバレンスのエレクトロンの数もディフォルトのままで私はいいかなと思ってます。
うまくいかなかった場合に、デフォルトから変更するというようなスタンスがいいと思っています。なので、まあ、基本的に私が行うのはここをチェックするだけです。あと、計算うまくいかなければ、これにチェフチェフしたりとかですね。で、こちらでリターンです。で、SGF がもし計算終わったら、この後、また繰り返すときに、ここの動数を計算したりとか、ブローフォースペクトラル、まあ、バンド分散ですね。とか、XAS とか XES とか計算しますよというふうにやればいいです。で、まあ、こちらのは、まあ、赤い KKR とほぼ一緒ですね。で、Egrid の方は、こちらのいくつかのタスクを選択すると、自動的に選択されるようになってますので、ほぼ変更する必要はないです。デフォルトままでいいです。で、NE とか EMIN とか EMAX も、先ほど説明した通りですね。で、ここが CPA、まあ、置換したパイでの計算の方法を設定しています。まあ、N イタレーションですから、繰り返し回数で、あとは、トーレレートは、まあ、収束条件ですね。で、CPA モードがちょっと私もちょっとまだ分かってなくて、このシングルサイトとノンローカル、どういう違いがあるのか、ちょっと私、まあ、やるにも、確か私が見たときには書いてなかったので、まあ、これもちょっとおいおいまた調べていこうかなと思ってます。で、NL レベルとか、NL ライトとかですね。こちらがちゃんと分かると、なかなか楽しい計算できるかなと思ってます。で、まあ、KKR モードもほとんどチェックしなくていいですし、あとこの後のところで大事なところは、NK タブ、スタンダードモードだったら NK タブですね。まあ、今回ちょっと練習のために50ぐらいしてみましょうか。で、あとこのところは、まあ、変更する必要はないです。で、パラメータのクラスターでの計算の時にはこちら、必要ですけど、私は、周期的な計算、私は周期的な計算を使うので、こちら使いません。で、こちらは、核運動量の設定ですけども、それも問題ないです。ことがわかりますね。Lmax のプラス1の値を指定してくれということですから、D バンド系までしかない場合には、もうこれで十分ですね。で、コントロールのところがあります。で、ちょっとさっきチェック入っちゃったと申し訳ないんですけど、コントロールのところで、このフルポットというのが、フルポテンシャルの計算です。これにチェック入れるとフルポテンシャルの計算になります。で、あと、大事なこととしては、この LLOYD ですね。こちらは、鉄2バナジーマルミの、すみません、鉄2バナジーマルミ計算したときに、EF の値がちゃんと求められなかったことなんですね。でどうしてかっていうのを開発者の方エバートさんっていうのがちょっと読み方わからないですけど、教授の方に開発者の教授の方に聞いて、これをチェック入れてくれと言われました。それでこれに関する論文も出されているので、まあ、それも読んでくれというのは言われていますね。で、ハミルトニアンはこちらは、こちらが、スピン軌道相互作用を入れない、そしてこちらがスカラーリラティブスティック、そして SB だからスピンを考慮してさらにスカラーリラティブスティック、そしてこれがフルリラです。確かフルリラティブスティックとフルポテンシャルは確か使えなかったような気がしますね。フルポテンシャルどんな系でも使えるわけではなかった気がします。なので SP リラティブにしていただくとか、あとは LDA プラス U もできますので LDA プラス U をしていただいたりということですね。まあ私は SP リーダー、今回はちょっと SP リーダーでいいかなと思います。ちょっと、あとここの、マニピュレートと SOC はちょっと私まだ分かってないので、ここは飛ばします。すいません。で、あとは磁気のオリエンテーションの方向ですね。まあ私は基本的に Z アクシスだけしか使ってないです。で、ノンコリニアの計算が必要だという場合はここにチェック入れます。あと他のところも私はほとんど使わないですね。Z アクシスさえ決まってしまえばいいです。で、あともうほとんど他のところはいじる必要ないですね。まあ、ここはプリントとかテストとかこの値を大きくしていくと、計算がどういう状態で進んでいくのかっていうのが詳細に分かるんですけど、その分計算速度遅くなります。それは結果を表示するために遅くなりますので、まあ、このままでいいかなと思ってます。でアウトプットいろんな状態で出せるようになってますし、あと他にもいろんなオプションついてますけど、私はもうこの辺りいじってないですね。でこれで、こんな感じです。まあ、ほとんどいじるところは慣れてきたらあんまりないと思いますね。こことコントロールのところとハミルトニアンどうするか、LDA にするとか、スカラリアティブにするとかですね、ぐらいですね。あとは、まあ、SGF とかぐらいです。で、あと K 点か。まあ、こんな少ない、わずかな部分だけ変更するようです。で、
ライトインプットファイルビットで押します。で、通常そのままでいいんですけど、私はちょっと前失敗したのがありますので、これはこのままブルーのところを押さえて、でインプットファイルメニューでエディットインプットファイル見ます と、入力ファイルの先ほど、じわじわ作成した入力した部分ものに対する、入力ファイルが出てきます。まあ、こんな感じになります。まあ、ちょっと変えてあるんで、例えばマニュアルにある SCF のものとはちょっと変わってますけど、まあ、どこが変わってるのかっていうのを見てもらってもいいかなと思います。で次に、このプログラムパスの方です。 KKRSCF6.30 を、設定します。まず Run Interactive のボタンを押します。そうするとどこにプログラムがあるのかっていうのを切ります。でこれは、まあ、セッティングした人に、あこのコードをセッティングした人に聞くしかないです。で、私の場合は SPRKKR のところに入ってフォルダディレクトに入ってまして、でこの名前と同じプログラムのやつものを探します。で MPI 配列計算できるようにしてあるんで、あ後ろの部分に MPI ってついてます。でこれでいいです。でこの後また、クリエイトジョブチェックしてクリエイトジョブファイルを押します。そうするとジョブファイルが作られます。でこの後にエディットジョブファイルにします。で、いくつか修正が必要です。まず、このソースの部分を、最初にチャープつけてコメントアウトします。で MPI ラン計算なんですけど、ここにコア数書き込みます。PC のコア数が実際何コアなのか、スレッド数ではなくてコア数がいくつなのかを調べてから記入してください。まあ、多くの場合コア i7 コア i7 使っていれば、4コアとか6コアですね。なので4ですね。あと、大事なことなんですけど、ここに、KKRSCF6.3MPI って出てきます。さっき、指定したのに なぜかまたさらに MPI って文字がつくんですけど、これは削らなきゃいけないです。まあ、これはしょうがないですね。これは早く直ってくれるといいんですけど。でこれでよければ、セーブですね。でこれを閉じます。でジョブファイルでランインタラクティブを出します。あらちょっとおかしいですね。普通はこれで動くはずですね。何がいけないのかちょっと見直してみましょう。いいですね。いいですね。計算できるはずですね。うん。もう一回やってみましょう。普通はここに計算の様子が表示されてくるはずですが、動いているのが見えない。ちょっとターミナル見てみましょう。うん、動いてますね。ただ画面には表示されてないんですね。ちょっと不思議ですね。普通はここに経過が表示されます。ちょっと止めてみますかね。もう一回やってみましょう。おかしいですね。間違ってないですね。まあ止めたら計算も止まってますんで、動いてることは確かです。ちょっと気持ちがすごい悪いですけども、通常はこれで、ランを押すとここの部分に、出力が結果が、表示されるようになっています。なぜ表示されないのかはちょっとわからない。非常に不思議な現象です。これだけ計算出てきます。ちょっと待ってください。ちょっと、すいません。インテッチョとプリントの1にしてみます。で、これで見てみます。表示されないですね。まあ、しょうがないですね。ちょっと諦めます。失礼します。ちょっと、これを直していただいて、直して。でまあ、もう一度やります。ちょっと待ってください。
ね。何か私は書き間違えてるかな。いいですね。特に間違ってないですね。間違ってないですね。ちょっとこれはコメントアウトしてみます。あ、違いますね。すみません、何度もブラブラで申し訳ないです。これはこれでいいです。何かよく不安ですけど、まあ動いてるので、まあそうしますか。本来でしたらここに、出力結果が出てきて、どうなっているのかというのを見ることができます。ちょっと待ってみますか。まあ、で今回ちょっとグダグダでしたけど以上で終わります。また CF 計算が終わったらこの続きをお知らせしたいと思います。